トゥン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 。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。上田だよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、秋田県のお土産。秋田県で、比内地鶏パイ、ショー。こちら、税込み540円。こちらをご紹介したいと思います。こちら、秋田県で飼育される日本地鶏。小型で、肉質は赤身が多く、適度な脂肪があり、山鳥に似た風味が絶妙です。京都料理、きりたんぽになくてはならない素材です。こう書いてありますね。さあ、そして秋田県で比内地鶏の出汁を使用しております。比内地鶏スープを使用しております。カロリーは1枚 16.5g あたり 85kcal、 炭水化物は 10.8g の目安です。焼き菓子となっております。こちらは卵乳成分大豆となっております。飽きていきたいと思います。これでもショーだからね。こういう箱です。まあぶん逆回こうなっております。こういう感じです。すごいね。じゃあこういう箱になって秋田県で飼育される日本地鶏です。普通のパイですね。いただきます。ちょっと待ってみます。はい、ちょっと薬です。で、いただきます。匂いがほのかにこう比内地鶏スープを使っている。ほぼもう味はパイですよ。美味しいパイ。美味しい。4です、まあ、もう少しちょっと比内地鶏のね だしだから、卵を使ってるとまた違ってたかもしれないけど、まあ、美味しいです。これぜひ食べてみてはいかがでしょうか。はい、後でじっくり食べたいと思います。この動画が面白いなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれればまた喜びます。ではじゃあね。